こんにちは、柴田です。今回はヤマハのパシフィカとレジェンドを鳴らし比べていきたいと思います。今回リクエスト動画になっておりまして、以前ですね、スクワイヤーとフォトジェニックの鳴らし比べをやっております。まあ、その時にですね、とある高校生から1万円のフォトジェニックを買うか、もう少しバイトを頑張って2万円出してスクワイヤーを買うか、どっちがおすすめですかというふうな質問があって、まあ、実際に鳴らし比べてみてですね、僕の意見としてはちょっと頑張ってスクワイヤーを買った方がいいんじゃないかなというふうな結論でした。で、今回ですね、また別の方からレジェンド、そしてパシフィカの一番安いやつですね、この比較をということで今回やっていきたいと思います。現在千葉管楽器でね、このレジェンドがね9000いくらでしたね。そしてこっちのパシフィカが16800円、まあ、7000円から8000円ぐらいの差があるギターになっております。このパシフィカはね結構使い込まれてて、ブリッジにねサビとかもね見受けられます。こっちはね結構綺麗な新品同様状態。ではでは早速鳴らしていきたいと思います。レジェンドからね行きましょうね。重量的にはねこっちのレジェンドの方が重いんですよね。ボディ材は何なんでしょうね。ピースはどうだろう、これ合板なのかな。なんともね材は不明でございますが、チューニングからねペグチェック。お、生音全然普通にいいですね。ペグもねフォトジェニックとかスクワイヤーよりもねいいかもしれないです。メイドインチャイナ、これ島村楽器かな、確か島村さんのブランドなんですよね。おお、全然、うん、バリもないしネックもね割としっかりしている感じですね。全然悪い印象はないっすよ。バランス的にもいいし、もう全然この辺も激安感はあんまり感じないですね。このねブリッジはねちょっと安さを感じるかなというところでございます。鳴らしていきましょう。まずクリーンでね行きましょうかね。リアから行きましょうか。あ、カラッとしてる感じ。コメントでもレジェンド割といいっすよっていうのがあったので、僕の想像ははるかに超えてました。おフロントも結構カラッとしてる感じですね。ミックスフロントとセンターのミックスで、これがリアのミックス。いや全然悪くないっすよこれね。フォトジェニックの時もフォトジェニックだけを弾いた時は全然いいなっていう感じだったんですよね。近年の1万円ギターはねすごいっすよね。うわ全然いいな。なんかびっくりしますよね本当にね、最近のギターは。ではではパシフィカ、パシフィカの一番安いのこれ112なのかな、112って書いてますね。あ、ペグはねやっぱいいっすね。フォトジェニスクワイヤー、このレジェンド入れてもやっぱりこのヤマハが一番いいかな。その次にいいのはねレジェンドっすね。あー、やっぱ芯がしっかりしてるな。ネックがねすごくシャープなんですよね。やっぱでも硬さを感じます。ちゃんとこう詰まった木、
これはね人気が出るの分かりますね。あーこれはいいかもな。リアがねハムなんで、やっぱね強いっすね。センターでミックス、全体的になんか強い、音に強さを感じますね。しっかりしてる。ランク上な感じしますね。何がね違うかっていうと、やっぱ音がねちょっとこうギュッとされてる、なんか感じるのはやっぱこの視点の部分が軸があってしっかりこうつながってる、固まってる感じがして、それが音のね粒につながってるんじゃないかなっていう感じですね。レジェンドもね全然悪くないんですよね。まあ、この価格帯での7,000〜8,000円の差っていうのはかなりね大きくねコスト面で差が出てくるんでね、作りプラス元の材、ここがね結構違うんじゃないかなと思いますね。ということでですね、まあ、僕的には8,000円ぐらい足してでもこのパシフィカを買った方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ストラトだったら3シングルの方がいいとか、まあ、そういったものもあるんでね、まあ、好みの差ではあると思いますけど、レジェンドも全然悪くないです。レジェンドとちょっとスクワイヤーとかやってみようかな。いやここ最近ね全然触ったことがないメーカーのギターをね触ることができて、勝手な偏見でね安かろう悪かろうのイメージがあったんですけど、こうやって鳴らしてみるとねすごくどこも企業努力を感じます。まあ、ヘッドのロゴだったりブランド名だったりでこう避けてるギターもですね、一度はこう手に取って試奏してみるのもねいいんじゃないでしょうか。新たな発見がねあるかと思いますので、ぜひぜひ千葉管楽器に来たらあれやこれや何でもかんでも試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。島田でした。